はい、どうも皆さんこんにちは、フィンです。今回はあるものが届いたので、そちらを開封したいと思います。それはこちらですね。まあでかいアマゾンの箱があるんですけど、こちらを開封していこうと思います。まあこんな感じの箱に、中は入ってましたね。ここに納品書あるんで、ちょっと名前とかそういうのが写ってしまうので隠させていただきます。ではちょっとこれ剥がしていきます。今回買ったのはこちらになりますね。まだ中じゃないんですけど、ラミー2000の本色ボールペンとスクリブルを購入しました。たまたま結構安く売ってて、どちらも合わせて8910円で買うことができました。まあ、ここにあるので開封していこうと思います。まずこっちからいきます。とても高級感のある箱に入ってて、とてもかっこいいですね。こっちがラミースクリブルで、こっちがラミー2000ですね。それでは、開けていこうと思います。で、それでちなみにラミーサファリの万年筆を買った時はこんな感じの箱に入ってましたね。高級感が全然違うといった感じです。とても重量感もあって本当にかっこいいですね。ではラミー2000の方から開けていこうと思います。とても興奮しましたね。いきます。お、何やら説明書的な感じでしょうか。こういうのが入ってます。そして本体です。お、結構出ました。第一印象としてはとても軽いですね。とても本当に軽いです。ちょっと押してみます。まあ、こちらは振り子式のやつなんですけど、本当になんか書きやすそうでいいですね。本当にずっと欲しかったやつなのでとても嬉しいですね。次にこちらスクリブルを見ていきましょう。こっちも同様に同じやつが入ってますね。お、出ました。こちらがラミースクリブルです。まあ、こちらも本当に軽いですね。こちら 0.7 のシャーペンということで、まあ、長時間引きとか向いてるといった感じですかね。本当にこれ持ちやすいですね。まあ、まだ書いてないんで分かんないんですけど、手にフィットしていいですね。思ったよりコンパクトで軽いですね。使うのがちょっと楽しみですね。で、まあこういう風に売れました。ちょっとだけ試し書きしていこうと思います。ラミー2000から、まあ、こちらはラミー純正のやつが入ってます。黒ですね。これはとても滑らかに書けるといった印象ですかね。まああれですね、ジェットストリームのインクとか欲しいですね。まあインクの発色とか太さとか前使ってたジェットストリームに似てますね。まあでももうちょっと細いの使いたいんで、まあ、取り替えるかもしれませんね。でも結構書きやすいですね。第一印象はとても滑らかに書けるということと、持ちやすくて軽くて、とてもいいなと思いました。次はこちら。こちらはずっと欲しかったやつですね。まあどっちも欲しかったんですけど、今書いていきます。こちらの印象はしっかり書けますね。本当にストレスなく使えていいですね。で、重量もとても軽くて、いいと思います。どちらもちょっと詳しく見ていこうと思います。まずラミー2000から、とても光沢があってかっこいいですね。で、先端は結構長くなっていて、こちらもなんかヤスリで削られたような感じでとてもかっこいいですね。高級感がありますね。上はこのようになってます。こことこことここは全部同じ感じですね。質、材質っていうか、そういう的には、適度なすべすべさっていうんですかね。そんな感じでとてもかっこいいですね。こんな感じですね。本当に嬉しいですね。続いてこちら、こちらは、まあ、見ていただいて分かると思うんですけど、とても太くて短いシャーペンとなってます。ここにラミーと書いてありますね。上には 0.7 の7のマークがあります。で、ここも短くて持った時にあまり干渉しなくていいと思います。で、先端はこのようになっています。結構見やすいですね。本当に手にフィットして長時間引きとかも全然いけると思いますね。こっちの質は釣りで削られた感じなんですけど、こっちは
本当にマットな質感というかすべすべした感じですね。こっちはこのような感じなんですけど、まあそういった違いがありますね。こちらは以前筆箱紹介で紹介したこの筆箱に入れたいと思います。で、長い間使ってくれたこちらのエルのジェットスリムとの代わりにラミー2000入れたいと思います。続いてこちらラミースクリブルも入れたいと思います。高級感のある筆箱になったかなと思います。まあこんな高い買い物したの初めてなんで、まあシャーペンとかそういうのでこんな高い買い物したの初めてなんでとても、嬉しいですね。まあ誕生日のお金で買ったんですけど本当にありがたいので大事に使っていこうと思います。次は2つとも2本に動画に分けて1本ずつ詳しく紹介していこうと思うので、こちら見ていただくと幸いです。今回もご視聴ありがとうございました。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。